が迷ったので占いに行ってきました。スピリましたー。スピ大好き、スピ大好きチャンネルですもんね。そうですよ、あの占いにあやかって生きていこうチャンネルですので、はい、こんなの信用しない方がいいよとか言う民たちはちょっともう黙っててください。やめない、危ない道行こうとしてる。それも一種のね娯楽ですから。まあせやんな。やねんけど結構信憑性があるところを見つけてしまったので、せやねん、結構マニア受けて楽しんでるよっていう話を今日は聞いてほしいっていう回だ。まあ、うちらは恋愛について今回聞いてきてもいいです。そうですよ、ちゃんとこう別々に行ったからな。しかもそう2回行ってな、同じ人のところにお互い2回出て結構本気で聞いてきて、リサがそのまあ、結婚が一番気になるわけ、うん、で結婚ってできますみたいな言ったら、なんか若くに結婚したら離婚しますって言われて、でなんか友達とかは占い師の人が25、26、27ぐらいで結婚しますみたいな言うねんけど、リサの時は言ってくれへんかったの。なんか数字とかってなんか私も教えてほしいなみたいな感じで言ったら、神様があなたに試練を与えようと早くに結婚させようとするみたいな、であなたは離婚することになるから数字は教えませんって言われて、試練をちょっと受けやなあかんって言うから、なんかそれを意識したらもう神様がそこに導いていっちゃって、なんか結婚させられるらしくって、まあ教えてもらった方がその年で結婚しやんやんとか思ったんやけど、まあそう言われて教えてもらわれへんくて、えって感じやったので、2回目行った時にどうしても気になった、どうしても気になった、でいつですかみたいな言った時に27、なんかめっちゃいい、先生これの話まで言う、まあやるわけじゃないか、やるわけじゃない、これほんまの話じゃないですよ。はいどうぞ。そっからすごい言いづらそうにしはる。何でも言ってください、私は広い心を受け止めますみたいな感じ。27の離婚の原因が浮気で、まず言われた、浮気されるんだみたいな、あなたがあ、私が、え、私ですか聞いたもん、ね、もう私みたいな、こんなに硬い人間が、つまりさ、もう浮気とギャンブルだけは絶対許さんみたいな、そうなの思ってるから、私がみたいな、ほんまに信じられへんくて5回ぐらい聞いてました、もうあなたがみたいな感じだったでも29歳で毎回結婚するらしい。でもさ、2年間で3人の男ひっくり回すってことやろ。すごいじゃん、超ハイテンション、超ハイテンション、超ハイテンション。あと何言われたっけ、でもあれも面白かったよ、晒されるみたいな。なんか友達が恋愛とかどうやって出会いますかみたいな言われた時に、あなたはマッチングアプリ系が強いのでみたいな、出会いの場合とかそうそうそう言ってやりなさいみたいな言われとって、デリさんもなんか、どうやって出会いますかみたいな、そういう人にみたいな言って、あなたマッチングアプリはダメでみたいな、あダメなんだって言う、でもなんか自分もやったことはなかったし向いてないやろなとか、ですよねみたいな言って、うん、晒されるからねみたいな、晒されるんやみたいな、そっちのあかんねんやみたいな、そういう未来も見えてるってことどっかで始めるの。だから27歳で結婚しやんかったらそっちで行く、ね、いい、最悪すぎ。だからもう今回で学んだことは浮気はダメほんまにやめて、しかもまだ止めへんタイプやからな。ほんまやで、人の浮気めっちゃ止めてきてんのに。ああ、分からんで、自分は浮気と思ってなかったとかやっちゃう。ちょっとご飯行くぐらいならいいかなと思ってるけど、めっちゃ彼氏旦那が束縛系で、そう浮気だねって言われるかもしれない。そういうこと、それを言うから、そうやったらいいやんな。言わせええよ。まあでもなんか体の関係もちょっとそこで言ってなくても、確かにそうちゃん、だってリサちゃんが分かってて浮気する、しかも何回も警告するようなタイプではなく信じたい、こちら側もリサも自分も信じたい。でもほらここまでは聞けてないからさ、ふわってやもんな。ふわっと、しかも絶対今日恋愛のこと聞きに行こうと思って2回目行ったのに、まだリサちゃんの話、話ええねんみたいな、リサちゃんにとらわれて、違う違う、今日は恋愛の話、恋愛の話しか一回リサちゃんの話になったから、なんか一回戻ってきてみたいな。ふだんもう1回目の時その数字、あなたは何歳で何歳でって言われへんかったから、恋愛のですか仕事のですか聞いた、聞いた、私どっちですかみたいな言ったら、基本は仕事のだよ、仕事や頑張ってみたいってずっと思ってるし、恋愛はできたら楽しいっていう感じやけど、あなたの性格的に一個に熱中してしまう癖がある。あだから仕事のようなくせにめっちゃこの人に尽くしたいってなったら仕事も手つかんぐらい恋愛に走っちゃうタイプで、ここでまあ私が言われたのが、まあ、27歳でちょっと自分やったり仕事とかできるかなみたいになってくるよみたいな言われて、それは嬉しかった、うん、あやったみたいな感じやって、で結婚とかって言ったら29歳の時にプロポーズされてますって言われて、でまあじゃあさ27で仕事もできて29歳でプロポーズ、29で結婚じゃん早い、うんうんうん、いいやめっちゃいい感じやな、でそのプロ
ポーズされてるのをあなたは今仕事が楽しいからって思ってます。もったいない。彼内で元があって、だから1個しかできない。あで、じゃあ結局結婚はって言ったら遅いですしか言われへんかったよ。相手、まあなんかめっちゃ普段がおもろいのが、教師とか一般企業、例えばトヨタとかパナソニックに勤めてる人とは絶対に結ばれませんって言われて、ちょっとめっちゃ何この具体的な、そうめっちゃ具体的みたいな。相手が安定してて自分がっていうよりかは、相手もそのちょっと何で稼いでるのかわからん人、どっちみちそういうなんか普段もう出会い系とかアプリとかじゃなくって、仕事を探してる上で仕事見つけに行ってる過程で出会いもあるみたいな。誰？リサちゃんはその半年後とかは聞かんかったの？半年後はまだ喧嘩するかもしれへんからって言われて、うん、それを言われて怖くなって買いました、私はこの本。でもな、普段これ見て思ってんけどな、うん、なんかこれストーリーで見た瞬間に、うん、これってリサちゃんの感情で買った本じゃないなって前に言ってる。占い師の人に買えって言われた本やろ。だってな、リサちゃんって別に船のことを否定するタイプではないむしろなんなら船の方が否定するタイプやん。で、なんかそういうことかってなっていくタイプやのに、なんで否定しない本を買ったんやろ。でもな、いいこと書いてるもん。いいこと書いてる。例えば相手と喧嘩した時に、私は事実を言っただけで、うんうん、でなんねんけど、この本にはなんかそれも言っちゃダメです、相手はそれを否定されたってなるしみたいな。で、なんかそっから円滑なコミュニケーションが取れなくなるので、まずなんで相手はそう思ってたんだろう、そういう人もいるよねって考えてくださいみたいな感じの内容やって、確かにみたいな、自分もそうなることがあるから、それを直していければしようのかなって思って。でもさ、あれ言うなんかめっちゃ怖かったのがさ、占いに行ってくるっていうのは知ってたよ、ね、リサちゃんが。で、普段はその日違う友達と遊ぶってなってて、リサちゃんと行った友達も普段は知ってるから、普段は自分の友達とこう帰りの電車乗っとって、別に全然終電とかでもない、うん、夜の10時ぐらいの、うん、まあ、中途半端な電車乗っとって、ほんならその一緒に行った友達から LINE が返ってきたんや、うん、でその瞬間に、あ、リサちゃんと解散したんやなってまあまあわかるよ、まあまあまあ分かって、でこう電車からこう窓こうやって見て、いや、おるわけないか7両ぐらいある電車で、何十本もある電車の中で、だってその後さ、リサちゃんがいっちゃん初めに降りたやんか、前々に言われたことが、俺離れられへんのやんか分かるな、思った俺らの時にそうやって、そう、こんな直近で会うことある。まあだから私たちの一番近くというか、あなたの人間もですか、交互期待と、ヤシゴの喧嘩も交互期待と、あてかみんな半年後ぐらいになったら景色開いてみたいな、送ってきてほしい、ほんまに頼む。これ以上喋るなということだったので、もう携帯から失礼しました。チャンネル登録、高評価もランテンさんお願いします。それでは最後せーの、楽しいよ、ピースピー